こんにちは、浜中仁です。品通詞を読んでみませんか？今回は22節を読みます。それでは読みます。品通詞牧野一中道代編情勢史第一編東具第一章東具の国政22節、品開花花肌古し、これをアジア西南諸九方に比ぶるに、最もその先にあり。東具の世、これ東というのは行ですね。御帝の一つ行ですね。具というのは旬です。ですね。まあ御帝の時代ということです。今を隔たる404年にして、我が国起源に先立つ1604年内、カンピトの祖先、すでに土着の民となる。号して、カカと称し、行を家食に基づけ、まあこれ農業ですね。家食というのは農業です。五穀相馬を受芸し、不白金器を織り、陶器漆器を制し、諸金を野中し、主玉を調達し、宮室を栄し、宿舎を作り、市場を設けて百貨を交易し、文書歴算律度量公を有数。続きです。諸大族、おのおの上流によりて、君長となると。まあ、都市国家を形成していたということですね。これを軍公といい、すなわち諸公にして小なるものなり。まあ、ちっちゃな大名だということです。その数、はなはだ多く、合して万法となすと。しかして、一定をいただき、もって宗主となす。これを元公という、また天子と称す。礼学継承の姓、皆ほぼ備わる。以上が22節です。もう一度読みますね。情勢史第一編東具第一章。東具の国政22節品開花花肌古しこれをアジア西南諸九方に比ぶるに最もその先にあり、東具の世今を隔たる4104年我が国起源に先立つ1604年、カンピトの祖先、すでに土着の民となり、合してカカと称し、行を家食に基づけ、五穀相馬を受芸し、不白金器を織り、陶器漆器を制し、諸金を野中し、主玉を調達し、宮室を栄し、宿舎を作り、市場を設けて、百貨を交易し、文書歴算律度量公を有す。諸大族、おのおの上流によりて、君長となる。これを軍公という、すなわち諸公にして小なるものなり。その数はなはだ多く、合して万法となる。しかして一定をいただき、もって宗主となす。
これを元寇と言い、また天子と称す。礼学尚、継承の姓、皆ほぼ備わる。以上ですけども、ですね、アジアの西南諸九方より古いとありますが、まあ、今の研究からはですね、中国の文明よりもインドのインダス文明、あるいは、イラクですね、メソポタミア文明の方が、まあ、古かったというのは、まあ、定説ですね。まあ、中国も、非常に古い時代から、まあ、漢民族が支配していて、早くから文明を築いていたと、いうことはここで、述べられている通りだとは思います。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。